はい、文献紹介を始めます。今日の文献は The Effect of Data Size and Frequency Range on Distributional Semantic Models ということで EMNLP 2016からの文献を発表します。で、はい、この文献の概要ですけども、このDistributional Semantic Models、分布表現とかいろいろ言われるんですけども、このモデルに対して、いろいろデータサイズが異なるものを適用したときにどんなモデルがいいのか、であと処理対象の、評価するときの語の頻度、低頻度を対象にしたとき、中頻度を対象にしたとき、高頻度を対象にしたときに、どういう性能が出るのかっていうのを調査して、検討した文献になります。で、簡単に分かったことなんですけども、ニューラルネットワークはかなりデータ量に依存してて、小さいと弱くて、データ量が増えれば増えるほど、性能が顕著に上がっていくようなものっていうのが、分かっています。で、もう一つは逆にデータ量が小さい、大きい小さいってちょっと定性的なんですけども、小さい時は特異値分解を用いたモデルの方がいいっていうのが、結論になってます。で、初めになんですけども、DSM、その、バックオブワーズとかで、その、行列にモデルを落とし込んで、それでいろいろ、類似度計算とかやるっていうのは、言語処理で、よくある基本的な方法になってます。で、なんでいいかっていうと、例えば頻度でパッと次元を切ったりとか、あと類似度計算も行列に基づいて、コサインシミラリティとかで計算できるので、扱いやすくていいっていうものになってます。しかしながら、そのモデル、こんなモデルを提案しましたっていうふうな、研究はたくさんあるんですけども、モデルの選択についてはあまり言及されてないので、この文献で、そのデータ量と対象にする語っていうのにちょっと着目して、この2つを調べますっていうものです。で、最初に言ったんですけども、データ量を変えていくとモデルは、どういう性能を示すか。で、もう一つは、低頻度語とか中頻度語、高頻度語に対してどういうふうになるかを調査してます。で、対象にするモデルです。でも、そんな、詳しい説明はしないんですけども、単純に、狂気のモデルと、PMI、相互情報量を使ったモデル。で、次が、行列、特異値分解を使ったモデル。で、ランダムインデックシング。これも次元削減の一種の方法なんですけども、ハッシュ値の計算のを使って、次元削減をするっていう方法みたいです。で、最後がニューラルネットに基づく方法で、ワード2ベックのモデルになってます。で、これに対して、実験を行います。コーパスは UKWAC コーパス、16億語含まれているコーパスで、ここから、そのデータ量を変えたりとかっていうのをしていきます。で、基本的にいろんなモデル使うんですけれども、パラメータは揃えるようにしてて、窓幅っていうのは、プラスマイナス2単語っていうふうにしてます。で、それで、それぞれなんですけれども、そもそもまずこのコーパスが大きすぎて、行列が作れないので、5万次元にまず削減してます。で、その上での実験になってます。で、そこで、それぞれのモデルの次元ですけれども、特異値分解は最初のこの200次元使ってて、で、もう一個 ISVD ってやつが、その200次元以降の200から3000次元のものを使ったもので、他は2000次元とかで、バックオブワーズ、ワードトゥベックとか200次元っていうものになってます。多分揃えているっていうふうなものです。で、ベンチマークですけども、同義語選択問題2種類、トイフルと、もう一つですね、とあと類似度関連度、ある単語を与えたときに、その類似度、2単語の類似性っていうのを取ってきて、それを並び替えて、そのランキングが答えとどれくらい似てるかっていうふうなものを、実験で評価してます。で、まずこれがデータサイズによる比較の結果になります。で、これが、こっちがその同義語。選択問題、4択でその似てる問題選んでくださいってやつの結果で、で、こっちが、類似度関連度のランキングを、示すものになってます。これ相関係数なんでマイナスもあります。
で、まずこの表からなんですけども、あとこっちが、モデルですね。これがこの2つがニューラルネットに基づくもので、ランダムインデクシング、特異値分解で単純な狂気のモデルになってます。で、ニューラルネットのモデルがこの小さい時、コーパスのサイズがこっちが小さくて大きくなっていくんですけども、小さい時に、スコアとしては低いものになってます。逆にこう、1ビリオン10億を使ってくると、ニューラルネットモデルは、かなりいい性能を示すようになってます。で、逆にそのいろんなモデルを比べた時に、小さいコーパスでは特異値分解に基づいた手法が、スコアが良くなってます。しかしながら、その考察に述べてるんですけども、小さいコーパスでいいって言っときながら、騙されてはいけないのが、ここが4択問題なんで、適当にやってもスコアは25ぐらいになるっていうことです。で、これが棒グラフに示したものですけども、ここでその SVD の、最初の先頭次元を削って、そこから中間グラフに使ったものっていうのが、全体的にいい結果になってます。で、これがこの色で、ついてるもので、コーパスのサイズが、どの時も、かなり、いいスコアというふうになってます。で、これが、スコアの平均を取った、棒グラフになってます。で、どのモデルも、サイズが大きくなればなるほどもちろん性能良くなっているんですけども、ニューラルネットこの黒と黄色とかっていうのがもうサイズが変わることで、劇的に、性能が良くなっているとなってます。で、次が、頻度による比較です。でこれは、そのさっきの類似度等とか取ってくるタスクで、その、取ってくる対象の語っていうのが、高頻度か中頻度か低頻度かっていうのに分けて、評価を行ってます。でこっちまたそれぞれのモデルで、でここが、スコアの平均値になっています。で、矢印はなんかその平均の中で評価にいくつか実験を行っているんですけども、その中で一番高かったものと低いものっていうふうに表しているものになります。で、まず、その ISVD が良かったっていうんですけども、ミディアムミックスド、中頻度のものと、これ全部混ぜた時のものになってます。で、ISVD が良かったとなってます。で、次がニューラルネットのモデルが、この低頻度の時はそんなに大したことなくて、高頻度のものに対して、一番性能が良くなってます。で、他のモデルに関してなんですけども、この一番高頻度を対象にしたものよりもこの中頻度を対象にしたものの方がこのニューラルネット以外のモデルっていうのは、性能が良くなっているという事実があります。で、しかしながらニューラルネットなんですけども、この低頻度の時に、コンティニュアスバックオブアーズモデルは、なぜかほどほどに性能が良かったっていうのがあります。これは多分、たまたまみたいな感じで言ってるんですけども、基本的にニューラルネットは、頻度が高いに強い手法となってます。で、まとめです。いろいろな、モデルのデータサイズおよび、頻度の影響調査っていうのを行いました。で、それでニューラルネットは、小さいデータに弱くて、で、それ以外の、従来のっていう言い方はあれですけれども、特異値分解とか狂気に基づく手法っていうのは、小さいデータに特に、強いということが言えます。で、また ISVD が全体を通していい性能を出していました。で、最後に著者が述べてるんですけども、この特性を生かして例えば、中頻度低頻度とか、データサイズが小さい時は基本的に特異値分解とかの手法を使って、で、大量にある時はとか
対象の語の頻度が高いときはニューラルネットを使うことで、まあ、実利用としてはいいんじゃないですかっていうふうなことを言ってました。で、まあ、あとは、頻度とかデータ量に合わせてどういったパラメータ調整が必要かっていうのを、まあ、検討していく必要があるというふうに述べていました。以上で終わります。